こんにちは、みなもんたです。今日はエトボスのミネラルクラッシーシャドウグリッターモーブを使って大人の秋のモーブピンクメイクをやっていきたいと思います。すごい人気で、本当にちょっとの間に在庫がなくなっちゃったっていうことなんですね。まあね、やり方とかご参考になればと思いますので、やることにしました。ちょっとくすんだピンクなんですよね。やっぱり春のピンクとはちょっと違う深みのあるくすんだピンクですね。あのエトボスってね、もう本当に若い子から大人世代の方まで幅広い年代の方が使われてるブランドなんですけれども、じゃあ私たち大人がね、どうやって使ったら老け見えせずにね、ちょっとくすんでるのでね、あの使い方によってはちょっと老けて見えちゃうことがありますので、若見えするようなやり方をお伝えしていきたいと思いますので、どうぞ最後までご覧ください。では始めていきます。まずね、ブルベで肌のトーンが明るい人、年齢がいっていてまぶたがくすみやすいっていう人はですね、ちょっとこれの前に一手間仕込んであげます。こちら使っていきます。ヒンスのトゥルーディメンショングローチークのシャインアウト、先にねまぶたに仕込んであげるとくすみにくいんですよ。こう色が出るっていうよりもラベンダーのこうツヤが出るハイライト的なものなんですね。これをね、こう年齢重ねてくると、こうくすみ感っていうのがどうしても老けにつながるんですよね。老け見えにこうね、今左が塗ってなくて今右に塗ってるんですけども、なんとなくこちらの方が明るくなりません？なんとなくなんですけどね。このヒンスのねハイライト、すごく使い勝手が良くて、今日チークの上からもかけてます。やっぱりラベンダーってくすみが取れます。ちょっとまぶたが明るくなりましたこの仕込んだ上にこのピンクモーブから入れていきますね。なんかこの見た目よりもね、結構発色がねシックなんですよね。結構ねエトボスって全体的に私そんな感じがする。実際につけると発色が濃いなとか、ピンクって思ってつけても黄みがあるなとか、ブラウン味があるなって、だから腫れぼったくなりにくいですねこれ。でも綺麗な色、うん。下まぶたにもこちらを入れてきますね。私たちの年代だと下まぶたをメイクするっていう習慣がなかったんです。習慣っていうか常識はなかったんですね。上だけだったんですよ。だからねされないって方多いんですけど、思い切ってね下にも入れてみてください。目の縦幅が広がって頬が短く見えるんで若見えしますし、ちょっとね今風な感じになります。もっと濃く入れた方がいい方もいらっしゃるし、私みたいなタイプ、肌の明度が高い人がこういうチップとかでがっつり入れるとすごく老け見えして見えてしまいますので、毛足の長いこういったブラシですねをふわっとね入れてあげることによって若見えしてきます。そしたら今度このこちらのちょっと濃い色を入れていきたいと思います。結構これも発色が濃いんですよね。ちょっと外側濃いめ、内側にも入れて、ちょっと濃くなりましたよね。あとやっぱりYouTube とかね、カメラの、露出を上げているので、画面を明るく見せたいがためにちょっと濃いめにメイクしないといけないっていうところがあって、いつもそこがね私悩みどころなんですけど、濃いめにメイクした方がこう分かりやすいっていうのはねありますよね。横に広げるメイクをするとちょっとかっこいいクールな雰囲気になっていくんですよね。で、私はどっちかっていうと可愛く見せたいのでこの年で可愛いっていうのもあれなんですけど、なんか大人の可愛さを出したいんですね。なのでちょっと丸い感じで入れております。はい。でこの下まぶたにもこちらをメインに少し混ぜて際に入れていきます。この右下の締め色カラーも入れすぎると締まりすぎて、やっぱりどっか引き算のメイクしてあげた方が若見えするし、その同じパレットでも入れ方ですごくね変わるんですね。ちょっと際をね締めました。アイライナーもこちらのエトボス、以前ね限定で出てすごくいい色だなと思って、定番化してくれないかなって思ったこのピンクグレージュ、定番化されてすごく嬉しいです。今回ねパレットと一緒に出たんですよね。ちょっとピンク味の入ったグレージュ、ブラウンに近いグレージュかな。このパレットにもちろん合うし、他のねものにも合わせやすいんですね。なんかこの粘膜ですね、粘膜のところに喋りながらやるとずれるのでちょっと黙らせてください内側に入れました。ナチュラルブラウンもよく使ってますね。
か、もっと色の展開をね増やしてほしい。抜け感のある色とか、エトボスさんお願いします。もうちょっと上に上げたいんですけど、上げると二重のラインが潰れるんですね。それがすごく最近悩ましいです。二重のラインが潰れちゃうと、これまたなんとなく昭和感というか、でも目はリフトアップさせたいっていうね。そう思うとやっぱり二重がもうちょっと幅広の方がそういうことができるのでね、ないものねだりですねまこれぐらいかな。下にも入れてきます。今日はちょっと外側まで入れました。ここに私ほくろがあるんですよ。ここはなかなかね、レーザーで撮ったりとかが難しい場所だと思うので、このままにしてるんですけど、これをすることによって馴染むんですねそしたら今度この締め色なんですけど、こっちとちょっと混ぜて入れてあげます。今描いたラインの上をちょっとなぞるような感じで少し和らげる、ほんの少しです。本当に先日これ使って、もうちょっとこうぼかしてみた時に、二重の部分が結構茶色にこうガーッと染まると、なんか昭和っぽいなって思ったんですよなんかやっぱり今ちょっと抜け感のある入れ方の方が今しっくりくるなと思っていて、まあね、気分にもよりますけどね、ほんの少し入れるっていう感じですね。そしたらお待ちかね、ラメですね。このラメもね、透け感があるっていうよりは色がしっかりつくラメなんですね。でもまあこの塗った上からのせると、このシルバーラメが結構ね綺麗にキラキラするので、はい、ちょっとこの辺に入れてあげると、はい、こんな感じですね。やっぱりね、少しこうやって入れてあげると華やかに、ちょっとキラキラして気持ちも上がりますよね。50代でもこれくらいキラキラしてても大丈夫です。はい、これをね、ちょっと話がずれちゃうけど、エトボスの箱に入ってたこっちのやり方は、なんかラメを先にね全体にアイホールに引いてからっていう風に書いてあるんですけど、このやり方を私がやったら、まぶたがすごい落ちくぼんで、すごい老け見えしてしまったんですね。くすんじゃって、もうまぶたに張りがあって、もうパーンね。若い方はそのやり方もすっごい可愛いと思うんだけど、私たちのような50代でも似合う方いらっしゃるかもしれないんですけれども、ちょっとそっちのやり方はあんまり私的にはおすすめしないかなっていうことをお伝えしておきます。すいません、ずれちゃった。はい、で今ねこの上に入れました。でこのままでもいいんですけども、もちろん私はこの目頭のとこちょっと明るくしたいので、今日はねこちら使っていきます。シャネルのルブランロージードロップス、これねリキッドのハイライトなんですけど、目元にもね使えます。表情がね明るくちょっと若々しく見えるので。私涙袋がないんですよね、若い時から。そう、そういう顔なんですよね。だから涙袋ある人羨ましい。疑似的に作るしかないでも作りすぎると、下手にやりすぎるとたるみに見えちゃうから、本当に難しいですよね50代。だから本当に研究してください皆さん。もうどこまで入れるといいのかなって、人によって違いますから。そうで、分かんないっていう方は私の眉コンサル、そしてその後のメイクコンサル受けてみてください。宣伝しちゃった本当にちょっとのことで変わるのでね。ちょっとピンクが消えちゃったから、もう一回入れとこう。ちょっと重なってる感じがいいんですよね。なんとなくここが縮まったような感じがしません？大人綺麗な繊細ロングっていうのが出たんですね。もう名前にまず惹かれて、大人綺麗な繊細ロング欲しいと思って買いましたでこれね、こういう細いブラシになってて、こっちから見るとちょっと三角みたいな形になってて、こんな感じなんですけど、産毛みたいな頼りない毛もキャッチしてくれるので、すごいつけやすいんです。でもカールキープ力はねあんまりないなって思いました。でこの上にエレガンスのグラビーティレスマスカラ BR20 です。ピンクモーブにめちゃくちゃ合いません？これも本当に繊細につくんですよね。ちょっと赤みのあるブラウンなんです。
ですよね。本当にね、毛がまだらに生えてるからやっぱり土台って大事ですよね。土台が心もとないから本当にね難しい。自分の中でよし良くなったじゃんっていうのがあればいいんですよ。本当に何でもそうだと思います。人と比べることは本当意味がないですね。はい、こんなもんですかね。遠目で見たらもうちょっとキラキラってもいいよね。なんか馴染んじゃって、つけた花よりもちょっと馴染みますねこれ。あ、ちょっとそれを発見しました。もう一回おいらめです。本当に秋、ちょっと深みのあるモーブいいですね。こんな感じね。そうで、今日眉毛はこれ使ってます。セザンヌのノーズ&アイブロウパウダー04のモーブブラウンですね。プチプラだけどね、すごいいい色で、これの今日のエトボスといいでしょ。これこの取り合わせ、 この色すごい好きです。この色をちょっと混ぜてつけてあげるとすごくニュアンスのある自然な眉になりますね。で、最初にこれ仕込んだじゃないですか。でブルメさんはこういう感じのラベンダー系のくすみを払ってくれるようなものを入れるといいし、じゃあイエベさんからなんかそういう質問が来そうなのでお伝えしておくと、イエベさんはベージュのハイライト系のものを入れてあげるといいと思います。そうするとね、くすみがね抑えられると思いますので、ぜひやってみてください。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。